にちは、カプリショーです。今回はですね、こんな感じのハートを作ってみました。こちらは15センチ角の折り紙を半分の大きさに切って、それから作った作品です。ちょっとペラペラとしていますが、可愛らしい作品かなと思います。それでは早速作っていきます。
ここはですね、三角になるようにして沈め降りをしてみてください。ここが一番難しいかもしれません。これで出来上がりです。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネルが良かったらいいね、チャンネル登録よろしくお願いします。